かなってちょっとしか思ってます。あー戻そう戻してティッシュ。これないとなんか不安で不安定で不安定でみんなやっほーやっほよこんにちはこんにちは お腹がゲルゲル。今日のトップバッターは誰かな。あ、かき出し終わりました。わあ。危ねえ危ねえ危ねえ。これをちょっと下げてこっちにしよう。あ、こっかこう。あ、とこうして近くに持ってきてこうですね。さやかちゃん保育士です。あ、ゆずぽフォローありがとう。さやか保育士。あ、鼻毛リアル来た。 B リアルみたいな鼻毛リアルありがとう。さやかちゃんこんにちは。鼻毛やっほー。やっほー。このトップバッターは保育士さやかちゃん。保育士さん結構いつも多いからええね。今日はトップバッターですね。イエーイ。やっほー。みんなの職業を教えてください。名前と職業を教えてね。学生ありだよ。ゆずぽん学生。そのすぐ学生だった。前も来ましただってゆずぽん。ありがとう、ね、ゆずぽんずゆずぽん。そして幽霊、名前幽霊でいいのかな。幽霊まなみさんはじめまして。こんにちは。はじめまして。児童指導員ゼルコバ。みんなの名前と職業を教えてください。お名前と職業を教えて。お名前も教えて。教えて。みんなのお仕事100個集めてます。ペン、アートディレクター。いろんなお仕事100個集めています。そして、順番に上から書いていくよ。かねちゃんバス運転手。上から順番に書いていきます。書いていってるよ。名前と職業書いて待っててね。かねちゃんバスガイドウラン。こんにちは。名前と職業教えてね。看護師エネ。看護師めっちゃいそう今日。やばいよ。うん。もう3人見た。マジ？じいちゃん来た。こんにちは。こんにちは。またまたコメントありがとう。まなみちゃん保険屋。みんなの名前と職業教えてください。お願いします。お願いします。まなみ、え、看護師ひろみつ、やばいね。いや、もうね、3人ぐらい見た。すごいね。バスガイド書いた。みんなの職業教えてね。え、パチスロ演者って何？なんかいなかったっけ、プロパチみたいな。え、パチンコ？え、じゃない？パチンコストロットのプレイヤーみたいになかったっけ。プロがいんの。うんうん。演者ってプレイヤーじゃないの。初めてやったかも。消防士ナナ頑張れよ。だってありがとう。頑張る。みんなの職業教えてね。名前と職業かける職業がねって。なんでニートでもいいよ。そう、ニートだったら自宅警備員で書きます。なので書かせて。黒服ポチ。チャンネル登録してくれた人は可愛く書きます。あと先に書きます。そう、コメントが言えないって人。なんでみんな言えないものもあるのね。飛んでる。夜食はね、夜食って書いたね。前回書いてもらったけどまた書いてもらっていいよ。いいよ。ただ上から順番になっちゃってるからちょっと順番
です。じいちゃん調理師、ウンパーフォローありがとう。そう、上から順番に読んでいってるので時間がかかってるんですけど、順番にちゃんと書いていってます。一つずつ名前と職業をセットで教えてください。ハンギョドン、ビンビフォローありがとう。ありがとう。美容師ゆいちゃん、そう、コメントが徐々に追いつかなくなってきてるんですけど、もし早く書いてほしいよって方いたら、 YouTube をチャンネル登録してくれた方は先に書きます。あれ増えてない、人アイカフォローありがとう。本当だね。もう YouTube は職業を調査隊って調べたら出てくるので、もしチャンネル登録してくれた方は教えてね。先に書きます。臨床工学技師ひなちゃん、みんなね、名前も一緒にコメントしてくれたら嬉しい。ホワイトボードね、名前と職業をこうやってセットで書いてるから、登録してるよ。まあありがとう、ありがとう。ポポタカ来た、こんにちは。木のぶり、たくま、名前と職業セットでコメントしてください。順番に書いていってます。アイカ、フーカ、フォローありがとう。ゆうかちゃん、試験監督夢ママ、今日ママ多いな。二人目ママ。見直した時にあった喜びは私だけ。あ、嬉しいね。うん。見つけた。調理師書いたよ。じいちゃん。うん、あ、トリマーツンでチャンネル登録しました。次書きます。先にトリマーのツン、ツン犬かな。ありがとう、登録してくれた。ありがとう、イエイ。この間 YouTube の撮影で街頭インタビュー街に してるんだけど、トリマーですって人いたよ。ね、そう、探し求めてたの。動物関係の仕事やってる人見つけたくて、その時そうそうそう探し求めてた、ま、目の前にいた。ゆうちゃん登録しました。ゆうちゃん、塗装塗装職人、塗装職人、女の塗装職人だって、珍しいんだ。ゆうちゃん、いわ、あれ、いわ、なんかアイコン変わった。ありがとう、登録。ポップタカもハートミーありがとう。ゆうちゃん書きました、お待たせ。女の人だと珍しいの、塗装職人って。ね、看護師ミー次書きます。の YouTube チャンネル登録してくれた方は先に書きます。次、はい、看護師ミー、看護師ミー、ミーありがとう、ありがとう。何の看護師だろう、総合病院とかかな。仕事行くので後で見ます、待ってるよ。ありがとね。初見じゃないで、それはそう、あんちゃん。コストコ店員レイ、もう通っていうの、調査隊通、登録はしました。ありがとう。出場のアイカちゃん、次整体師の、整体師、はい、整体師、うん、ポポタカありがとう、ありがとう。整体師青、青ありがとう。青ちゃん、青くん、青ちゃん、なんだろう、プリンが好きらしい。来ました。続いてパチヤ店員、とりあえず毎回来て、いっぱい仲良くなりたい。たまには交代し、時期に交代してもいいね。でも私そっち側さできる自信ないな。もう漢字が本当に書けなすぎて、すごいすごいよ、漢字勉強しよう。勉強しようね、勉強しよう。栄養士チー、漢字検定って大人とかも取れるのかな。取れんじゃない、やろうかな。ガゼルほらありがとう、ナオもほらありがとう。介護士くん、介護士、今から会議場所に向かってるけど雨やば、え、雨降ってるの、雨降ってんの、今どこに住んでんの。介護士ないね。てかこの女誰、嫉妬しちゃう、どこの女をあれにしてるの。見たい、今なんかアイテムを自衛隊大輝、誰この女、自衛隊大輝何の自衛隊なんだろう。初見です、ありがとう、ガゼルフォローしてくれたのね、ありがとう。さあ漢字むずいの分かる、漢字むずい、でも大人でも取れるよってさっき
誰だっけ、ポポタカ教えてくれたから頑張ってみようかな。ドリル買わなきゃ、大人用の。あ、シープ参加しました。やっはー。ガードマン、親の仕事でもいいですか？サボテン自体の仕事はやってないってこと？バイトとか。失礼しました。テレビカメラマン、ユージ。でも上のから来たコメント順番に読んでます。シープありがとう。嬉しい。嬉しいプ？嬉しいプ。上からそう順番に順番にコメント書いていってます。まだねちょっと全然下の方までコメント追いついてないので、もし早く早く書いてほしいよって方いたら、 YouTube チャンネル登録してくれた方は優先的に書かせてもらってます。 YouTube は職業調査隊って調べたら出てきます。この TikTok のアカウントのプロフィールからも飛べるので、登録してくれたら教えてね。一等交通美士、交通整備士概念。職場に女の子は珍しいんですけど、女の子の塗装屋さんは最近そうなんだ。なんかさ、橋梁塗装士とかいたよ。女の子？あ、うん、普通になんか珍しい塗装。塗装の概念。続いて市役所職員、ゆうちゃん。ゆうちゃんの職場には珍しいんだね。力仕事なのね。左官とはまた違うのか。うん、かな。影月さん、こんにちは。あ、影月ガードマン違うかも。違う。ぬこほらありがとう。無職はね、ニートで書いてる。ニート？自宅警備員で書いてます。いつも。夜のお嬢様、バラありがとう。ありがとう。パー？フォローありがとう。たまに YouTube 見て、たまになん？ YouTube は火曜日と、か、木土だっけ、うん、火曜日と木曜日と土曜日に投稿してて、それ以外？バラありがとう、海賊が。ありがとう。は、月曜日と水曜日と金曜日と月曜日と水曜日と金曜日はこの TikTok の配信のアーカイブを載せてます最近。そうそう、だからみんなのさ名前と職業を覚えたいから、うん、そっちにコメントしてほしい。確かに。トップスタイル美容師ウンパー、みんな名前と職業、名前も一緒に教えてね。お名前書いてるので、ポン菓子わかんないかも。わかんないよ。お菓子？ポン菓子？ん？ポン菓子？うん。ポン菓子。ポン菓子ってなんだろう。わかんないや。かげつき、フォローありがとう。ありがとう、公務員エミリー。あかりさん、ぐんさん、フォローありがとう。もし、名前早く書いてほしいよって方は YouTube チャンネル登録してくれた方は先に書きます。この配信で登録してくれた方は優先的に書くので、登録したよって教えてほしいな。ファイヤーあんちゃん3349なってるので、あんちゃん昼ご飯10時半ぐらいに食べちゃったんだって。やばい。早っ。今お腹空いちゃうんじゃない。海賊フォローありがとう。ありがとう。お米を蒸して作るお菓子、ポン菓子。え、ポン菓子めっちゃ好きなんだ。あ、そうなの？うん、だってだってだって。トマトフォローありがとう。 M フォローありがとう。なんか駄菓子屋とかに売ってるよ。あ、わかった。人参、うん、あ、そうそうそう、はい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 、わかりました。甘くて好き。え、なんで甘いんだろう。確かに砂糖かな。み、南大山、南大山ありがとう。登録してるよ、前から登録してくれてるよね。理学療法士の松尾、登録済みの方はちょっと優先的にではないんだけど、普通にお話もしたいから仲良くなるために。てかみんな職業以外のコメントも全然ウェルカムだからね。ウェルカムだからね。あ、こう来てくれた。自動指導員でまだ出てないかも。自動指導員出た。あ、出たって。あ、出たって。しかも 2番3番に出てたよ。そうなのよ、ユリーナ。こうも書いて。そう、上から順番にコメント読んでます。なし、なし番、なし番、なし番ありがとう。
なので順番に書いていってるから、別にその連投して目についたやつを書いてるってわけじゃないから、あんまりあれですよ、連投は意味ないですよ。そう、上から来たもの順番に書いてます。もし早く書いてほしいよって方は YouTube 登録してくれたら先に書きます。あ、行った、登録しました。工場勤務で半導体の検査してます。半導体検査、工場勤務、工場勤務、あ、今フィンガー来た。誰この女誰この女勤務のチア、チア、ありがとう、ありがとう。半導体って何、機械かな、ちょくちょく出てくるね。うん、書きました、こう読まれますようにお腹空いたからグミ食べてたら甘くて気持ち悪くなって。あんちゃんだ、何系のグミが好き？ま、ほわほわ、あ、マシュマロ系、マシュマロ系、柔らか系とさ硬い系あるじゃん。 YouTube 登録しました、書くよー。なお、ポン菓子の叩くところびっくりした。叩くの？あ、パーンっていう。そうなんだ。なお、なおの職業どれだ。なお、なおのお仕事もう一回教えて。なお、いつも見てます、頑張って、りゅう、ありがとう。なお、なお、なお、お仕事何？プロダーツプレイヤーひろつば、フォローしました、ありがとう。あいちゃんもフォローありがとう。風邪ひいちゃいました。だってこう、大丈夫なの、何風邪、夏風邪、何風邪よ。サラフォローありがとう。株式投資家なお、なお、57568の職業もう一回教えてよ。 YouTube 登録しました、書きます。社会保険労務士、なんだそれ、はい、社会保険労務士、社会保険、保険労務士、黒の労、そうに事務の務、虫の剣、剣、剣、ありがとう。何色を虫って、疲れてる人、働いている人を社会保険に入れるときに使う疲れてる人わかんない、助けて。なお、なお、待ってるよ。なお、頑張ってください、応援してます。南大山ありがとう。ボタカ、なお、なお、なお、57568、ちょっと探すか、じゃあ上まで。なお57568、え、57568、なお57568、遊園地スタッフだ。おお、え、この前書いた気がする。また来てくれた。もう一人いた、メイクアップアーティスト、メイクアップアーティスト、ヨヒダも忘れてた。なお、またせー、またせー、見つけた。メイクアップアーティスト、ヨヒダ、ヨヒダ、メイクアップアーティストのヨヒダ、ヨヒダ、ありがとう、ありがとう。たずんな、ハントミありがとう、ありがとう。今押してる同い年の女の子だって今、プンプン、何の人、インフルエンサーかな。ハンドグミで周りに砂糖ついてるグミ、最近好きなのは酸っぱい 大作戦、聞いたことないんだけど。ミキサー運転手って何、コンクリートのやつかな。ミキサー車じゃない、うん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 、コンクリートミキサー車。ハンドグミで周りに砂糖がついてるグミってことは、ハリボーとかではなく、ピュレ、ピュレはちょっとあれだよね。ウェディングプランナーマオ。柔らかいよね。何系だろう。ヤッホー、ヤッホー。薬飲んですけどなかなか治らない。咳が出る。大丈夫、心配。商業施設管理会社。早く治る。ベタピン。でもちゃんとあれだよね、あの、行ったんだよね、病院には。偉いよ、病院行って。労務管理とかは無理。労務管理って何？労務管理がわからない、どうしよう。労務ってなんだろう。
労務、働くことを頑張る人働くことを頑張る人。今日は最後まで言います。わーい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 。夕方はね5時6時だよ。夕方もいる。あんちゃん続いてさっき言ったカンデミーナもわかんないんだけど、カンデミーナの半導体エンジニア関門機の柴犬。昨日初めてタモがブレスケアくれてブレスケアデビューした黄色いやつ食べてみた。なんかスースーした。うん、みんな名前と職業セットで書いてください。上から来たコメント順番に書いてるんだけど全然間に合ってないので下まで。だからもし早く書いてほしいよって方は YouTube チャンネル登録してくれた方は先に書きます。YouTube は職業調査隊って調べたら出てきます。ゆうたハートミーありがとう。みんな名前もセットで書いてね。ペンの書いてるコツコツ音好きだって。 ASMR だ。山崎やっほー、やっほー、なぎほらありがとう。あ、チャンネル登録しました。ありがとう。ファッションデザイナー、おー、ファッションモンスター、モンスターデザイナーが榊。榊ありがとう。書いたでー。みんな名前もセットで書いてね。初見です、ありがとう。ありがとう。電気工事士 YouTube は登録したら教えて。山崎登録してた、それはそう登録してて。たまちゃんとちま、なになにそれ、ね、焼きそば作るぞ、作って私たちの分も。介護士かん、お腹空いちゃった。お腹すいたね。意思してます。ケンタッキーです。応援してますよ。ずっとだよ、永遠にだよ、約束。うさぎのメルカリフォローありがとう。ありがとう。心理判定員集アパレル勇気登録しました。書きます。次勇気書きますね。勇気アパレル、アパレル、アパレル勇気ありがとう。勇気ありがとう。何の服だろう。フォローしました、初見です、ありがとう。ありがとう。メルカリガゼル学生、ユータ職業なんだっけ。ユータさっき送ってくれてたよね。ユータフォローし、チャンネル登録しました。ありがとう。バーテンダーユータのお仕事もう一回送ってほしいな。さっきハートミーもくれたよね。YouTube では一つの職業を詳しく解説したり、街に出て街頭インタビューしたりしてます。しています。街の人はどんな何だっけ職業してるか。ゆうた自営業です。おお、何の、ね、何の自営業だろう。一人何だろう、自宅自営業ゆうた。ありがとう。なあ、初見です、ありがとう。ありがとう。ネイリストメイ。みんなの職業を100個集めてます。名前もセットでコメントをしてくれたらとても助かります。もしね、上からもう本当に順番にゆっくり書いてってるんだけど、時間がかかってるので下まで追いつけてなくて、もし早く登録、なんか早くコメント書いてほしいよって方は YouTube チャンネル登録してくれたら書きます。エンベデッドスペシャリスト、すごいね。何それ。踏み込みエンジニア、初めて聞いた。かきぴー、かきぴー。 YouTube さきこアンニフォローありがとう。そう、YouTube は職業調査隊って出てくるのでチャンネル登録してくれたら書きます。医師の山々、街頭インタビューってビビらない？私やったらスルーされそうでできない。え、ビビるよ。でも意外と優しい人街に多くて、そう救われてるね。やばい、肌がちまってる。でも新橋とか有楽町は怖かったね。
サラリーマンが多くて怖かった。看護師の何？ビ、あ、ビだった。フォローありがとう。シーバルシェアありがとう。みんな名前と職業セットでコメントしてね。トラックドライバールンプリ。うわ、歯科衛生士の子名前ないから書けない。うえーなんかユーザーなんてらなんてらの人とかは名前ないと書けないから。そうそう、名前必須。レンフォローありがとう。ありがとう。もし早く書いてほしいよ、待てないよって方は YouTube チャンネル登録したら確実にすぐに書きます。あ、小山まなみだ。そうだよやっほー。もう待てないよって方は YouTube チャンネル登録してください。登録済み、ありがとう。え、招待が来た。マジ？え、今招待した。もっちごめん、間違えちゃった。間違えちゃったかも。ごめん。自動車整備士って言ったっけ、今日いないよね。え、いないか。あれ、鼻声、そう、なんか鼻詰まっちゃった。もっち優しいね。というか友達にディズニー誘われた。え、いいな、いいな、いいな。チャンネル登録しました。2人いるな。読みますね。ノアちゃんとレン君、読みます。ノアちゃん、スイミングインストラクターだって。水泳、あ、習い事のあれかな、違うか。スイミングインストラクターがノアちゃんで、レン、レン看護師か。ノアちゃんありがとう。看護師がレン、レンありがとう。二人ともありがとう。21、あ、41と44一緒なの。41と44、41遊園地と44。あ、本当だ、え、怖しかも全く一緒や。なおちゃん、なおちゃんごめん、分身しちゃった。分身、そっちに書くね。教えてくれてありがとう。塗装職人のこのリエマル、リエマルちゃんか。塗装職人登録しました。リエマル、塗装職人いたね。しかも今日女の子21かな。リエマル、リエマルありがとう、教えてくれてありがとう。アイフォローありがとう。マホか、マホちゃんフォローありがとう。運行管理者、月中エミ、おしゃれのモンキーフォローありがとう。ありがとう。みんな名前と職業をセットでコメントしてください。モナフォローありがとう。あのね、上から順番に書いていってるんですけど、コメント。まだ下の方まで追いつけていないので、もしね、早く書いてほしいよって方いたら YouTube チャンネル登録してくれたら早く書きます。ハートの赤いハートも書いちゃいます。パティシエモピ書きました。なので、もしよかったら YouTube チャンネル登録してくれたら嬉しい。自由研究にも使えるよ。これ見たら YouTube で自由研究に使えそうな。街に歩いて職業を100個集めるっていうのをやったんだけど。あー、ごめん飛んじゃった。管理栄養士の、これ名前なんだ、愛ちゃんから来ます。そう、 YouTube でやったの。原宿に歩いて、原宿の街を歩いて街で職業を100個集めるっていうのをやった。使えるかな、自由研究に。使ってみて。もしよかったら皆さん YouTube チャンネル登録してくれたら書きます。マクロナルド店長ゆう、職業100個集めてます。みんな名前と職業をセットでコメントしてね。お名前も、お名前と職業一緒にコメントしてください。みんなの職業100個集めてます。カフェココ YouTube の名前違くてもいいよ。このね、数字で見てる、あの今3356だけど、これが上がったら書くみたいな感じで、あの書いていってます。だからもし登録してくれたら教えてほしい。
自衛官が TikTok やるとか正気かって言って、そうなの、自衛官って TikTok やらないの結構いるくない、うん、だから自衛隊めっちゃいるんだけど、マッコイゴンザレス家具職人、S、自衛官は TikTok やらないの、 S とどないどない、分かんないんだよね、自衛官がどんな感じか、え、禁止なのかな、そういうこと、出身田舎なんだけど帰り道おばあちゃんに、何何、おばあちゃんに何に、飲食店、全部の職業に年収と休日収ボーナスあるなし書いて、え、書きたいよ、え、みんなさ、なんか年収言うのとかさ、時給言うのって嫌じゃないんかな、なんか隠す人いない、結構いやーみたいな、年収はちょっとみたいな人多くない、あいうえはどう、緑の民の職業教えてほしい、名前と職業登録してくれたの見えたから、緑の職業、あ、転職の参考にしたいね、わかるよ、あゆえおは転職活動中なのかな、空港職員のうーちゃん、年収いいんだ、え、じゃあみん次やってみるね、ちょっと今は職業だけになっちゃったからあれだけど、おばあちゃんにおかえりって言われた時なんて返してた、え、あ、おばちゃんに、帰り近所のおばちゃんに、うん、え、ただいまって言ってたか、こんにちはって言った、じゃ講師酒井、あんまりないかも、近所の人と関わる機会ないんだよね、東京だからかな、あ、くるみちゃん、ちなみにたもちゃんは出身が静岡なので、静岡の民は語り合えるよえ、緑の民民、緑のさ、名前と職業書きたいから書いてほしい、登録してくれたでしょ、緑、緑、緑の、緑の職業何、ニコ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 、高速道路規制隊青さっきあいうえがルート営業ボーナス込み年収450万、450万って多分平均だよね、うん、平均ぐらい、ちょうど平均ぐらいってことだよ、日本の、書いた、え、書いた、送られてこないんだけど、どうしたらいい、どうしたらいい、どうしたらいいの、あのね、書いたような、次1個前はね YouTube 登録したようなんだけど、緑書きた、お願い、ゆうたほらありがとう、年収は850万から950万、うわお、平均よりだいぶ高いね、すごい、倍ぐらい高いんじゃない、800万が一番暮らしやすいみたいな、そうなんだ、年収がだって聞いたことある、もっち、本当、しかももっちは静岡、マジ静岡、どこ転職したい、ルート営業は合わなかった自分には、 TikTok は中国系アプリだから、国防や治安に関わる自衛隊とか警察は禁止、そうなんだ、知らなかった、やって大丈夫ですかって今度聞いてみる、あなんかね、1回のこの配信、職業を100個集める配信で1人は絶対いる、うん、空海陸あるじゃん、自衛隊全部揃った人かあったもんね、あ、増えたかも、増えたね、今は退職して無職えらい、休みがほぼない、土日、あ、土曜日出勤で450だから平均以下、そうなんだ、で週1休みってこと、てかルート営業ってどんなことするんだろう、電車車掌、タブレット、ビスク初めまして、ありがとう、上の方から来たコメント順番に一個ずつ書いていってるんですけど、ちょっと全然下まで追いついていないので、もし早く書いてほしいよって方いたら、 YouTube チャンネル登録してくれた方は先に書きます、書きます、緑待ってるんだけど、ち早く書いてほしいよ、待ってるよって方は YouTube ぜひチャンネル登録してください、お願いします、YouTube 登録してくれた人は赤いハートを書いてます。アップル、アップル書くから。だから、お弁当工場。
YouTube は職業調査隊って調べたら出てきます。みんなの名前と職業セットでコメントしてね。お名前も一緒にね。アップル勝手に登録してたんですね。高速道路規制隊書いた。友達とその話になってよく考えたら、ただいまだとかこんにちはって選択肢あったのに、私はさようならって返してて、寂しいから。そうなんだ、おもろい。でもわかんないよね、うん、当時わかんなかった。そう、わかる。どうしようってなっちゃうよね。毎日決まった顧客先に出向いて挨拶と営業、これを1ヶ月繰り返すだけ。最初に100件くらい顧客もらえる。え、でももらえるんだったら、あ、行くだけってこと。行くところは決まってる、与えてくれるけど、うん、契約は取れるかどうかみたいな。あ、そういうこと。アイドルマネージャー。そうなの。どう、みんなの名前と職業をセットでコメントしてね。もし早く書いてほしいよって方は YouTube チャンネル登録してくれたら先に書きます。 YouTube は職業調査隊って調べたら出てくるので、登録してくれ。なので休みがもっと多い仕事に転職したい。給料はこのままでいい。休みって結構大事よね。わかるよ。うんうん、私も全然休みがなくて転職した。今日はホイップメロンパン。いいな、ホイップメロンパンって。でもご飯にならなくない？パンはパンでも。おやつ、おやつじゃない。え、セブンイレブンにさ、パン今売り出して、クッキーとか。あれ美味しそう。いい匂いする。メイリスト、メイリスト。意外と30分で9時まで行く。そうなのよね、意外とね。みんながパーって書いてくれるから。そう、緑夜勤明け。緑の仕事さ、全然遅れてこないんだけど、どうしよう。なんかカタカナとかローマ字とかで一回送ってみてほしいの。夜勤系の仕事ってことね。でも雪の登録しました。次書きます。ありがとう。やおやくれ。スシロー店員ね。スシロー行きたい。お寿司食べたい。雪の寿司ローのおすすめは何？俺も休み少ない。マッキー職業の、あ、いいわ。バラありがとう。ありがとう。マッキーのお仕事なんだっけ？走ってる人いる。なんか夫婦走ってる。みんな名前と職業教えてね。あとね、3枠だから。もし、すごいいっぱい書いちゃった。いいのよ。もし YouTube チャンネル登録してくれる方、あ、アイドルアート漁師ってさ、前登録してくれなかった？覚えてるんだけど。ウーパーフォローありがとう。え、前登録してくれたよね。フォローありがとう。いかなし。あと3人、もしよかったら YouTube チャンネル登録してくれたら、ちょうど33660になるんですけど、すごい。 YouTube チャンネル登録どうですか？ウーパー多分フォローかな。 TikTok フォロー、カンナフォローありがとう。 YouTube 調べて、ちょっと手間なんですけど、調べて登録してくれたりしないかな。あと3人で3360なんですよ。あやたか、ゆきの、ゆきど、お願いします。登録してくれるかな。登録、あと緑の、緑は職業教えてほしいな。一人増えた。誰だろう。 YouTube 登録してくれたら、あ、緑来た、見えたよ。お、ゴミ焼却施設のオペレーター。なるほど、ゴミが引っかかったのかな。ありがとう、いっぱい書いてくれて。ありがとう、見えた、伝わった。カンナ、カンナ登録してくれたのね。ありがとう、ちょっと待ってね。カンナピアニストか、かわいい。赤も登録してくれ。赤、あかり、あかり。おでも職業、あ、登録してくれた。おでもありがとう。でもやばい、もうすでに出てる。ピアニストが
あれかな、誰だっけ、カンナ、カンナ、赤が教師、教師何の先生だろう、何の先生か教えて、あかりの職業、赤、あかりだって、あかり、いつかお母さんとディズニーランド2人泊まりたい、かわいい、うちあれ泊まりたい、ミラコスタいいね、うん、でオデがネイリスト、ネイリスト、オデ、オデ、サッチーの職業教えてほしいな、サッチー、こんにちは、ありがとう、理学療法士出てるはず、42出てるわ、体育教師、体育の先生なのね、全然やります、ありがとう、教えて、あかり、お待たせ、サッチー、サッチー、看護師、看護師サッチー、うん、あと一人、もしよかったら YouTube チャンネル登録してくれませんか、あと一人で埋まるんです、100個、 YouTube チャンネル登録してくれませんか、職業をちょうど叩いて調べたら出てきます、去年ミラクスター止まったの、すごい、すごい、いいな、無地店員頑張って、無印ってこと、無地店員って、無地カフェってあるよね、え、そうなの、あるよ確か、みんなあと一人 YouTube チャンネル登録してくれませんか、お、登録しました、マオちゃん、サチバラありがとう、え、マオちゃん職業なんだっけ、お仕事、マオ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 、お仕事なんだっけ、マオマオのしょ、お仕事もう一回送ってほしいな、あ、赤面解体工、し、知らんかった、何面って読むのかな、でも綿ではなくない、うん、初めて聞いたかも、まおちゃん、うん、ドラタ、ちょ、登録しました、ドラタの職業なんだろう、ドラタお仕事教えて、 C のゴンドラ乗り場が見える部屋に泊まった、え、素敵、すごい、素敵、一生に一度、え、気になるよね、石面解体、うん、石面解体師、まおちゃん教えて、ドラタのお仕事は何、ドラタ、どらた、どど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 どらえぼ、どらた、いるかな、いないかな、ちなみに次の配信は17時18時5時から6時なので、ぜひ皆さん来てください、今日名前書かれなかったよって方はぜひ来てください、アスベスト撤去工事が海面解体なの、アスベストとは聞いたことある、でもな、たまにいるよね、じゃあこれからアスベスト撤去工事ですって言われたら、あー、まおちゃん、石面解体ねって言えばいい夜の部は最初だけ入れる、来て、最初の肝心だわ、今運転頑張れ頑張れ、え、どなた、どなた、いないかな、体育は大変だよね、しかも暑い、でも今さ体育館でもクーラーついてる学校多いよね、そうなの、うん、ついてる、つくようになった、すごい、すごい、あかりちゃまのとこはついてる、どなたいたら教えて、あ、ついてるって、すごい、やっぱりだって熱中症になっちゃうもんね、え、夏はやっ、あ、夏は水泳なの、高校、あ、高校じゃないか、体育、体育、確かに水泳かも、どらった、どらった、夏ってなんかグラウンド出なかったイメージ、うん、水系で、うん、剣道とかやった、やってない、やったのかな、あ、どらった、見え、見えない、見えないのドラタ、なんかあれローマ字とかで送ってみてほしいな、うんうん、カタカナ、ひらがな、ローマ字とか、え、夏休み明けにプールがあるんだ、中じゃないんだ、夏休み明けの9月とかってこと、
ことえ、あかりちゃまはさ、どこのあれなの、高校、中学、小学、私の時はクーラーなんてついてなかった、だから汗だくな、え、私の時もだよ、多分最近の子じゃない、本当につくようになった、ね、便利だよね、うん、でも今クーラーなかったら死んじゃうよ、そうだよね、中学だって、中学の先生なんだ夏休み終わっても絶対暑いもんね、11月ぐらい、うんうんうん、暑いよ、中学とかちょっと ませてきて、うんうんうん、プールアートの女の子とかね、ず永遠に口で前髪とかしてそう発掘調査員、え、マキタン違くない、さっき書いたよ私、え、ペンどこにしまってんの、だってえ、これえ、これペン入れてしかも消せるみたいな、うん、ほんとだ、ホワイトボードのさ、カス、あ、シナリオライターだってドラッタ見えた、ひらがなだったら見えた、ライターがダメだったんかな、そういうこと、お待たせ、見れたよドラッタ101、よかった、ありがとう、なんだ終わった、そう終わった無事に、けど夜、夕方も6時7え17時18時でやるので、ぜひぜひに来てください、ドド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 ラエモン、そんな感じ、ありがとうございました、私も火を扱う仕事なので暑いところで、やばい、60度、60度やばい、すごい真っ黒黒好きやん、ねえやばい、では終わりにします、はい、大変だね、また夜も来てね、またね、間違えた、間違えた、もう一回、間違えた。